今日も焼いてますね。はい、最後の記事終わります。ありがとうございます。どうも。みかんはフランス語で何て言いますか？モダリン。この日本ではカフェテラというやつ、フランス語では何て言いますか？キャフチェール。今バターを塗りました。マンテキージャ、はい。ランブータンの中身、まあ、ライチみたいな感じです。ランブータンをクレープの中へ落としていきます。汁が落ちてます。汁が落ちてます。おお、美味しそう。ランブータンの汁ですもんね、全部。うん、うん、やったやつもんな。うん、はい、味見しましょう。はい、味見しましょう。コーヒーのエスプレッソをクレープの生地に投入しました。あ、すごい、なんかちょっとずつ入って、濃いコーヒーを生地に入れたので、コーヒーのクレープ生地になります。はい、次はコーヒークレープです。わお、すごい色きてる。カラコルコーヒークレープ完成。もうすぐクリスマス、生姜のチョコラテ。ありがとう。ファティゲ。バラ味にしましょう。おお。あ、でもメイプルがいっぱい入れたからバラもいっぱい入れないと。うん。今回は、マヤちゃんの発想でバラの花びらと、メイプルシロップ。生地はコーヒー
の生地で、食べてみます。すいません、あつはもう材料の中にあの入れて、ありがとう。はい、のりのりやね、バラを組み、バラの花びらクレープを、食べてみます。綺麗です。ありがとう。